ウェビナーへようこそ。ジャッキー・シュラガーと申します。SIA のプログラムディレクターです。そして、私の小さな、しかし強力なメンバー、チームの皆さんに加わってもらっています。チーフ・インパクト・エンゲージメント・オフィサー、アイシャディ・ブラウン、プログラム・コーディネーター、サラ・デトワイヤー、そしてプログラムスペシャリストのメーガン・ペノックが入ってくれています。本日のテーマですが、 プログラムデパートメントの新たなメンバーエンゲージメントプログラムソロプチミストアップリフトハーをご紹介します。非常に素晴らしい名前ですが、どういったプログラムなのでしょうか。ソロプチミストアップリフトハーは非常にワクワクする新しい取り組みです。女性と女児が正式な教育と経済的エンパワーメントへの道筋で直面する障害に四半期ごとに え、焦点を当てるという取り組みです。SIA 本部では、その障害に関する情報と課題に関連する大きな目標に向かったプロジェクトを共有します。クラブは、その四半期ごとのプロジェクトフォーカスに SIA の投稿をシェアしたり、ハッシュタグ、ソロプチミスとアップリフト4をつけて投稿することで参加することができます。2031年のビッグゴールは、正式な 教育へのアクセスを通じて50万人の女性と女児への夢に投資をすることに焦点を当てるということで会員の参加と意見を得て作成されました。この目標にはドリームプログラム、ドリームイート、ビート、そしてビッグゴールアクセラレータープロジェクトが含まれています。ビッグゴールアクセラレータープロジェクトとはドリームプログラムではありませんけれども 成功を阻む障害に直面している女性と女児の正規教育へのアクセスを向上させるというビッグゴールに貢献するクラブまたはリージョンの活動です。メンバーは女性や女児、 が、経済的エンパワーメントに至るまでに直面する課題に情熱を持ち、それを改善する手助けをしたいと考えていますが、その活動は、ビッグゴールに沿った介入ではないことも多いです。例えば、ドメスティックバイオレンスのシェルターに塗装をしたりですとか、まあ、様々な問題や、 理想、利用可能なリソースについての認識を高めたり、シングルマザーとその子供たちにクリスマスプレゼントを送ったりといったプロジェクトが当たります。これらは教育のアクセスや経済的エンバワーメントに関するプロジェクトではないため、私たちはビッグゴールとしてはカウントしていませんけれども、会員が女性や女児が直面する課題を深く気にかけているということ、 理解しています。そして私たちは、教育へのアクセスを通じ、50万人の女性と女子の夢に投資するというビッグコールに目を向けながら、会員にもその活動を見てもらい、評価されていると感じてもらいたいと考えています。そしてこの取り組みによって、 でビッグゴールアクセラレータープロジェクトドリームプログラム SIA の締めそしてビッグゴールに参加する全ての会員がビッグゴールアクセラレータープロジェクトとしてカウントできる対象プロジェクトを推進しながらビッグゴールアクセラレータープロジェクトとのつながりを強く感じられるということを願っています。私たちは会員が素晴らしい活動をしていることを知っています。ですので多くの会員が情熱を注いでいるトピックにスポットを当てプロジェクトをビッグゴール にカウントするというもう一つの方法です。力を合わせればより多くを成し遂げることができるはずです。そして四半期ごとに異なる重点分野を設定しています。ある分野に特化した1ヶ月を選び、月を通してその分野に焦点を当てます。まず各四半期の重点分野を紹介し、その次に次月にクラブが実施できるおすすめのプロジェクトをご紹介します。 ソロプチミストアップリフト派は来月10月から始まります。最初の重点分野は親密なパートナーからの暴力です。人間関係の中で暴力を経験した女性は経済的に苦しむことが多く、加害者に頼らざるを得なかったり、働くことを禁止されたり、収入を加害者に渡さざるを得なかったりする状況に置かれます。 親密なパートナーからの暴力を体験している女性の多くは、身体的な安全が驚かされることを恐れ、その場を離れることを恐れています。そして、自分自身や扶養家族をどのように養うことができるのかという非常に現実的な不安を抱えていることもあります。教育を受けることができるようになれば、ドメスティックバイオレンスを防いだり、暴力的な状況から抜け出した後、より良い 賃金をを得るるための手段を女性に提供す,るこ,とができますこの重点分野を選んだのは、ソロプチミストが女性に対する暴力との戦いに長年取り組んでおり、ドメスティックバイオレンス、職場キャンペーンのような意識向上プロジェクトに長い歴史があるからでもあります。私たちは、ね、こういった取り組みを活用して、 正規教育へのアクセスに焦点を当てたプロジェクトにも弾みをつけていきたいと考えています。次の四半期ごとの焦点は1月に人身売買に焦点を当てていきます。人身売買は男性や少年にも影響を及ぼしますが、国連の報告書によりますと、世界の10人の被害者のうち5人が成人女性、2人が少女であるとされています。 親密なパートナーからの暴力を経験した女性について当てはまることは全て人身売買された女性にも当てはまります。さらに、有意義な仕事を見つけることを困難にする不当な社会的スティグマに直面することも少なくありません。貧困を減らすことは人身売買のリスクを減らす強力な方法であり、教育はまさにそのための道です。 そして、親密なパートナーからの暴力について述べたように、私たちはメンバーが人身売買を含む女性に対するあらゆる種類の暴力と戦うことに長年取り組んでおり、過去のプロジェクトを通じてそうしてきたことを知っています。3月はシングルペアレントであることの課題に焦点を当てます。 自分自身と子供を養うということは大きな責任であり、支えてくれる家族や地域社会に恵まれなければより困難なものとなるでしょう。アメリカではシングルマザーの4人に1人しか父親から養育費を受け取っておらず、そして1人親家庭の約3分の1は貧困レベル以下で生活をしています。 残念ながら、この国は他の国でも同様の傾向が見られます。ソロプチミストでは、シングルマザーが成長し、経済的なエンパワーメントを達成できるよう、さらなる支援を提供していきます。5月は、生理の貧困という問題に焦点を当てます。資源が豊富な国であっても、 生理,用品生理用品が手に入らないと、女児が学校に通えなかったり、女性が仕事に行けなかったりすることがあります。2023年の調査によると、アメリカのティーンエージャーの約4分の1、そして成人の3分の1が生理用品を購入するのに苦労しています。世界全体では5億人の女児が生理用品を利用できていません。 では、4つの重点領域についてご紹介をしました。プロジェクトについてもお話ししていきたいと思います。各月にクラブが重点的に取り組むよう奨励したいプロジェクト案をいくつかご紹介します。もちろんこれは全てボランティアベースであります。しかし、世界中のクラブが同じ時期に同じ方法で地と生徒女児を支援できたらどんなに素晴らしいことでしょう。何が起きるのか非常に楽しみです。 10月、親密なパートナーからの暴力のために私たちが提案するプロジェクトは、地元のシェルターと提携をして、暴力を経験した女性に、仕事で身につけることができる服装を提供し、面接の基本、履歴書の書き方、キャリアアップについてのトレーニングを提供することです。ドメスティックバイオレンスの状況から抜け出した女性の多くは就職に苦労しています。 特に長い間仕事から離れていた場合はなおさらです。クラブはこういったテーマについて多くの知識を持っている可能性があります。そしてプロの履歴書や人事の専門家の力を借りることができるのであればなおいいでしょう。 仕事用の衣類を寄付する前にシェルターと連絡を取り、シェルターが衣類を使用できること、そしてすぐに使用できない寄付金、寄付金に,寄付品に関しては保管場所があることを確認してください。クラブでは女性が面接を突破し、キャリアで成功する研修を提供します。ビッグゴールアクセラレータープロジェクトとして必ず報告してください。1月の重点分野は人身売買です。 クラブでは、人身売買を経験した女性に奨学金を提供したり、適切であれば、キャリアや大学の指導プラプログラムを提供したりすることを奨励したいと思います。人身売買の被害者を支援するすべての機関が、外部のボランティアサービスを提供したり受け入れるとは限りません。安全性と守秘義務の観点からです。ですので、そ,れそういった場合も、 えー、メンタリングという形でも、えー、問題ありません、えー。女性が学校に通い始めたり、学校を卒業したりするための経済的なきっかけとなることがあります。えー、この、えー、人身売買のサバイバーに対して、えー、ビッグゴールアクセラレートプロジェクト、あるいは、えー、リブ・ユアドリームアワードとして報告をしてください。3月はシングルマザーに焦点を当てます。えー、そこで、えー、クラブが提案するプロジェクトと、 クラブに提案するプロジェクトは、教育プログラムに登録しているシングルマザーのための託児所の資金援助です。過去のリブ v アドリームアワード受賞者を対象としたアンケート調査によりますと、学業を終了するために必要なものの第1位は経済的支援です。しかし、質の高い保育には非常にお金がかかることが分かっています。 就学中やえ研修中の育児のための経済的支援はシングルマザーによって大きな違いをもたらします。Live Your Dream Award に選ばれなかった女性であなたが恩恵を受けられると思う人にこの支援を提供することを考えてみてください。保育料が無料または定額な地域にお住まいの方はシングルマザーのために別の目的で助成金を提供することもできます。 クラブがシングルマザーに、学校に通うシングルマザーに保育補助金を提供する場合には、これを SIA にビッグコールアクセラレータープロジェクトの一部でありますので報告をしてください。最後に5月です。生理の貧困という課題に焦点を当てます。このプロジェクトは多くの女性と女子に働きかける素晴らしい方法です。クラブでは、 生理用品寄付の呼びかけを主催することができます。あるいは、里親の少女や保護施設、低所得者層の学校を支援する地元の機関に寄付する生理用品キットを作り、作るということもできます。 これは間違いなく、この受益者の数を推定しなければいけないプロジェクトになりますが、それでも構いません。学校であれば、低所得層の生徒の割合から、その割合に、学校に通う女子の数をかければいいですし、あるいは、何らかの入所施設であれば、女性、または女子の入所者の人数が見積もりとして使えるでしょう。そしてこちらも SIA への報告を忘れないでください。 繰り返しになりますが、これは完全にボランティアベースの取り組みです。自主的な取り組みですが、会員やクラブが振るってご参加くださることを願っています。そして、該当する月にソーシャルメディアを使って、それぞれの課題が 女性と女児への教育、へのアクセスや経済エンパワーメントにどのような影響を与えるのか共有をしていきます。そして、クラブ独自のプロジェクトについても、ハッシュタグ、ソロプチミストアップリフトハーを使って該当する月に投稿してください。SIA では皆さんからいただいた投稿をリポストできます。ソーシャルメディアを使って、こういった課題に対する認識を高めていきましょう。 クラブに十分なキャパシティがあれば、市販機ごとに提案されるプロジェクトのいずれかにぜひご参加ください。そして SIA に報告してください。もちろん多くのクラブがすでに素晴らしいプロジェクトで大変お忙しいことは承知しています。しかし、もし何か追加することができる、あるいはすでに行っている活動を少し変化を加え、 して、テーマに合うようにし、ビッグゴールアクセラレータープロジェクトにカウントすることができるのであれば、ぜひそのようにしてください。ビッグゴールアクセラレータープロジェクトに該当する場合、的確かどうかご質問がある場合には、プログラムアットスロプチミ p ドットオ i s o r g までお問い合わせください。 そして、クラブがこういった課題に関連するプロジェクトを行っているにもかかわらず、教育へのアクセスや経済的エンパワーメントに焦点を当てていない場合にはどうすればよいのか。もちろん、その課題に焦点を当てた月にそのプロジェクトについて報告することは完成します。 歓迎しますが、ビッグゴールアクセラレータープロジェクトとして報告することは避けてください。例えば、クラブが人身売買に関連した認識向上キャンペーンを行う場合、1月にそのキャンペーンについて投稿することはできますが、正式な教育や、教育へのアクセスや経済的エンパワーメントに焦点をてている。 ではないためビッグゴールアクセラレータープロジェクトの報告書を作成する必要はありませんそしてプロジェクトを的確なビッグゴールアクセラレータープロジェクトにする方法についてはいつでもご相談くださいありがとうございました事前録画した内容をご紹介しました 音声を全く聞こえることができなかったというコメントもいただいております。音声が聞こえなかったという方、大変申し訳ございませんでした。よろしければ、YouTube をご覧いただきますと、そちら字幕付きでご覧いただけます。ですので、音声が聞こえなかったという方、申し訳ございませんでした。では、 メンバーからのクラブのプロジェクトの共有を予定していましたが、あいにく本日はご予定が合わないということで、私が代わりに国際ソロプチミストグランドエリーのプロジェクトについてご紹介します。こちらのクラブでは、整理に焦点を開けたプロジェクトを実施し、学校、10代の若者、地域の人々、ラジオ、 スポーツチーム、そして公衆衛生専門の看護師が参加した地域全体が取り組んだ事業を行いました。このプロジェクトでは、4フィートの高さの箱を4 0箱用意しまして、この中にナプキン、タンポン、下着、クリーンアップキット、教育用 QR コード、地域支援カード、緊急連絡先、 必要に応じて複数のアイテムを持ち帰るための可愛いバッグ、ドリームイートビート情報などを詰め込んだバッグを注意しました。この教育用 QR コードの中には、トキシックショック症候群、生理用品の使用方法、思春期生理不順が意味するもの、食料、衛生バンク、カウンセリング、危機管理センターなど、 地域資源に関する情報も記載されていました。そして、これらの情報は、地域の18の高校、女性保護施設、地域のリドルパントリーなど、女性用、衛生用品を扱う場所に届けられました。全体で5000人以上の女性と女児が、このプロジェクトのおかげで生理用品を手に入れる、 機会が増え、その結果、学校に通ったり、仕事に行ったりできるようになりました。クラブがこのプロジェクトの考えを思いついたのは、えドリームイットビー t 運営委員会の参加者たちが地域社会にどのような影響を与えたいかと尋ねられたときに出たアイディアからです。調査、アンケート、リサーチ、そして 生徒や学校スタッフへのアンケートを行い、生理用品、生理教育、地域のリソースに関する情報が SI グランドエリーが提供できる最善の介入であると判断されたわけです。そして、グランドエリー政府は全学校に無料支給プログラムを設ける予定でしたが、まだこの時点では実施されていませんでした。ですので、 この時点で大きなニーズを果たしたということになります。メンバーも大きな役割を果たしました。調査やアンケートの作成、10代の若者へのインタビュー、学校との連絡、地元ラジオ局とのインタビュー、そして募金箱の作成と地元企業への配布、さらに地元の衛生用品業者への連絡と寄付の要請などを行いました。そして、 クラブは非常に大きな巨大なスキット3個分の製品を受け取りました。メンバーはソーシャルメディアへの投稿を作成し、共有し、教育情報や地域資源を掲載した QR カードを作成し、 バッグや箱に詰めて学校に届け、保健師と一緒に学校で女性の健康について話しました。参加するチャンスが非常にふんだんでした。これをきっかけに、ぜひ皆様のクラブでもプロジェクトが作成することを願っています。そして、 ぜひ皆様のクラブ、コミュニティでも、まだこういったことを実施されていないのであれば、ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。では、プレゼンテーションの後、もう一度アンケートを取りたいと思います。では、クエスチョンとして表示されていますが、質問を読み上げます。市販機ごとの焦点の中で、どれに一番 重点的に取り組みたいですか親密なパートナーからの暴力、人身売買、シングルペアレント、生理の貧困。そして、二つ目の質問です。クラブで既に焦点を置いている領域はどれですか親密なパートナーからの暴力、人身売買、シングルペアレント、 生理の貧困。そして、最後の質問ですけれども、もし、クラブですでに重点領域に従ったプロジェクトがある場合には、ぜひ、この回答欄の中に入力してください。では、考えをまとめるのに、特に3問目は時間がかかるかと思いますので、1分ほど時間を取りたいと思います。 3問あります。四半期ごとの重点課題のうち、どれに一番重点を置こうと考えているのか。すでに実施しているプロジェクトがある場合には、どの領域のプロジェクトなのか。そして3問目は、そのプロジェクトについて教えてくださいという質問です。 では、回答を締め切りたいと思います。3問目が見えないというお声をいただいております。申し訳ございません。では、生理の貧困に焦点を置きたいというのが一番多いですね。41%。24%がシングルペアレント。人身売買が22%。そして、親密なパートナーからの暴力が12%です。 で人身売買にすでに焦点を置いているクラブが多いですね。39%。そしてシングルペアレントが35%。親密なパートナーからの暴力が30%。そして生理の貧困が24%となっています。ご参加ありがとうございました。サラさん。結果を。 三問目について教えていただけますか私の方からは三問目の結果を見ることができませんでした。皆さん、こんにちは。私の方でも結果を見ることができていないんです。私の方でも結果を見ることができません。はい、では、こちらは 詳細が分かりましたら、ソーシャルメディアの投稿で共有したいと思います。すでに他のクラブでどういった活動をやっているのかインスピレーションにあふれる投稿が見られると思います。では、ここからは Q&A に移りたいと思います。ご質問がある方、Q&A のボックスから質問をお願いいたします。 挙手の機能は使わないでください。参加者の方は非常に多いので、質問をしっかりと一つの場所にまとめていくために Q&A の機能をお使いください。そしてお答えできない場合にはソロプチミスト .org のメールアドレスの方からまた個別に え、回答もしていきたいと思います。では、一つ目、重点課題はどれくらいの頻度で変わるのですかというご質問です。市販機ごとに変わります。しかし、その中でも、特に、国連の認知向上機関などに合わせて、特定の月に焦点を 当てていきます。そして、さまざ、あ、まな活動が一つの月に重ならない,重ならないように、まあ、分散するようにしています。ですので、四半期ごとの設定にはなっていますけれども、皆様におかれましては、どの時期に実施していただいても大丈夫です。 次の質問です。クラブで同様のプロジェクトが行われている場合、しかし、まあ、この推奨される月に実施していなくても報告はしていいんでしょうかはい、もちろんです。で、プロジェクトが報告の のために、まあ、的確なのかどうかと疑問がある場合にはジャキアとソロプチミスト .org あるいはプログラマとソロプチミスト .org にご連絡いただければ私どもの方でご案内をいたします。プロジェクトが的確かどうかご心配な場合にはまず最初に私たちにぜひ質問をしてください。じゃどのように報告をすればよいのかという質問です。 プロジェクトがビッグゴールアクセラレーターに的確であれば、オンラインの報告フォームがあります。リソースのセクションに今ハイライトされています。ビッグゴールアクセラレータープロジェクトの的確であるためには、女性と女子、何らかの課題に、ジェンダーに加えて何らかの課題によって困難がある女性と 女子えそして、教育へのアクセス、まあ、あるいは、まあ、経済的エンパワーメント。そして、え女性とえ女子、Dream It, Be It では、まあ、リーチできていないえところにリーチをしているというところ。そして、まあ、50万のえ、まあ、女性、女児というところを、まあ、対象としていますので、 ドリームイット、まあ、ビイット、生理の貧困、奨学金といったところ、まあ、全て受けている方がいるとしたら、まあ、それを、まあ、全部、まあ、カウント、まあ、しないということで、まあ、こういった形になっていますけれども。えもう一つ、報告に関する質問です。 レポートは完了直後に報告した方がいいんでしょうかあるいは年度の末まで待った方がいいでしょうかはい。プロジェクトが終わったらすぐに報告をしてください。その理由なんですけれども、プロジェクトは報告の締め切り日の直前に駆け込みで 報告が上がってくることが多いんです。ですので、まあ、スタッフの観点からするとえ、プロジェクト終了後に報告をいただけますと、まあ、報告書の提出いただく時期がうまい具合に分散されて大変ありがたいです。え重点領域をえ次のえ月、あるいはえ連続しない別の月に広げて展開しても良いのでしょうかはい、もちろんです。え私たちは、 ま、この、え、課題に関して、メンバーのエネルギーを、ま、結集して、え、いこうという、増幅させていこうという目的があります。え、ですので、まあ、この四半期中の、ま、どこかでご参加いただけるとありがたいんですけれども、もちろん延長いただくというのは全く問題ありません。え、経済的エンパワーメントの定義をしていただけますか 経済的エンパワーメントというのは、ソロプチミストの定義においては、女性が十分な自活できるだけの、そして自立を達成でき、安全安心に暮らせるだけの賃金を獲得できることという意味です。幅広い定義になってしまっていますけれども、これは女性が まあ、十分な賃金を得る仕事を得ることができる。で、それによって自分あるいはえ家族がしっかりと生活をすることができるという意味です。え来年のえ重点領域。 このプロジェクトを立ち上げていくためには、1ヶ月以上かかります。最初の、特に最初の四半期、今から間に合うのか不安です。というご質問です。はい。あの、もちろんそうです。こういった、え、ま、課題、そして、ま、心配があるというのは、過去のプロジェクト、そして現在のプロジェクトも同様でした。ですので、私たちも、 新しいプロジェクトをもう今年中に始めてくださいと、そこまでは求めていません。もちろんできれば非常に素晴らしいんです。それはぜひ教えていただきたいんですけれども、しかし、何か新しいことを始めるのには時間かかりますし、すでに類似のプロジェクトを実施されているクラブであれば、それを共有していただいて、ビークゴールに合うように、少し変化、 こう加えていただいて、ぜひ共有をしていただければという意図です。生理の貧困ですが、これは地域のプロジェクトである必要があるんでしょうかあるいは国際的なプロジェクトでもいいんでしょうか地域の取り組みを推進しています。というのは、 具体的に何人の子供たちが使っているのかということがわかりますし、定量化しやすくインパクトも測定しやすいからです。これがまあ海外の支援ということになると、まあ、他の支援、他の組織を支援するということになるので、直接的な影響がわからない可能性があります。まあ、低所得の女性女子をまあサポートしている 女性えということにはなりますけれども、え残念ながら、アメリカ、そして世界的に見てもえ、どういったコミュニティにおいても生理の貧困を経験している女性や女子はいます。ですので、ローカルな活動をお勧めしますえ。生理の貧困について質問があります。連絡先情報について。えこの セリの貧困に関しての連絡先情報をいただけますかということです。はい、わかりました。えこちらはえ、ま、クラブにもえ確認をしてブログを通じて共有したいと思います。あるいは、ま、リージョンの他のクラブの中で類似のえ プロジェクトをすでに実施しているところがあるかもしれませんので、そこにコンタクトされてもいいかと思います。この重点課題、どういったパートナーが認められているんでしょうか例えば、ドメスティックバイオレンス、YWC などありますけれども、 コミュニティにどういったパートナーがいるのかというところによります。こちらはまあ特に認定したパートナーリストはありません。ですので、皆様それぞれの地域で、例えば YWCA がパートナーからの暴力に対する対応している、シェルターを提供しているということであれば、あのぜひそちらのパートナーを当たってみられるのが良いと思います。 素晴らしい質問をたくさんいただいています。できるだけ多くご紹介、お答えできればと思います。人身売買の被害者の方、GED が高等教育に行く前に必要です。はい。まあ、このプロジェクトについて話してくれたクラブがありました。GED のバウチャー、 を支援しているという話でした。GED が無料という地域もありますが、有料という場所もあります。それほど高額ではないんですけれども、しかし、新たな一歩を歩み始める女性にとっては負担となります。GED の費用を負担しているということ、あるいはまあ教科書の支払いをしている 費用を援助している、そういった援助であったとしても、まあ、高等教育の援助でなくとも、このプロジェクトの対象となります。10月のテーマですが、クラブが仕事用の服装は提供できるが、トレーニングは提供できないという場合、これもアクセラレータープログラムの対象になるのでしょうか。 対象になります。えぜひ、えーそ、組織と協力をして、えどれくらいのえ女性に影響を与えるのかがわかるようにしてください。このアクセラレータープログラムのゴールを考えたときにえ、どれくらいの女性へのサポートとなるのかというところ、えそして、 しっかりと使用できる衣服であること、そして、まあ、それぞれの施設、状況異なりますので、保管場所があることも確認してください。まあ、喜んでくれる組織もあれば、あるいは、あの、今ではなく、この月にしてくださいと言われることもあると思いますので、確認をしてください。個人への支援、あるいはグループへの支援になるんでしょうか。まあ、この個人グループという話をしたときに、 ま、女性女子の、ま、個人、あるいは、ま、グループ、ま、どちらも対象となります。えしかし、ま、他の、ま、組織への、ま、寄付をしてえ、ビッグゴールアクセラレータープログラムの対象とする場合、このインパクトの測定が必要です。ま、どれぐらいの女性女子にリーチできているのかという。 測定が必要です。あの、非常に厳格に行う必要はありませんけれども、まあ、大体の数字がわかるといいです。この次のテーマに取り組む際、何かテンプレートなどを使えるものはありますかはい。今、皆さんに提供できるリソースに取り組んでいます。 この、まあ、テンプレートに関してもえ皆さんのそれぞれのフォーカスにカスタムして使うことができるよう用意をしていきます。リソースに関して何か、まあ、資料、テンプレートえ、様々な言語で展開されるのでしょうか、まあ。そこがアクセスの点で難しさがあります。 ま、あの、インクルーシブランゲージということで、まあ、何の言語が具体的に意図されているのかわかりませんけれども、どの言語で提供できるのかということに関しては、また私たち検討していきたいと思います。なぜ、プログラムイニシアティブではなく、メンバーシップイニシアティブなのか教えてください。これはメンバーシップイニシアティブではないんですけれども、メンバー、 のプログラムへのエンゲージメントを高める方法として考えています。これは新しいプログラムではないわけです。もう少し詳しく説明をすると、SIA のプログラム、ドリームプログラム、ドリームイート、ビーイト、リビュドリームアワードもそうですけれども、これは各クラブが類似の介入を行っていて、そして何らかの目的をプロジェクトによって達成するということを意味しています。ウェブサイトあるいは 資料をご覧いただきますと、例えば、リビュー・ヨード・リム・アワードで、前年はこれぐらいの方々に立チしましたという数字が出ています。例えば、その中で、受賞した中で85%が生活水準を向上させることができました。こういった目標を掲げていますので、さまざまなレベルで、さまざまな方々に参加をしていただきたいと思っています。 そういった意味では新しいプログラムではありません。しかし、ビッグドリームアクセレータープログラムということで、まあ、これは、まあ、似通った、まあ、プログラムはやって、 が実施されているけれども、しかし、まあ、それぞれのプロクラブで異なったプログラムの展開がされているということで、こういった呼び方をしています。まあ、しかし、これはメンバーにプログラムへのエンゲージメントを高めていた,いただくための方法であります。 クラブのリソースの問題があるのですが、パートナーシップを検討しても良いでしょうかはい、もちろんです。え、まあ、しかし、まあ、クラブのパートナーシップの組み方というのは、まあ、たくさんいろいろな方法がありますので、まあ、具体的にどういったことを意図されているのか、ぜひ教えていただければと思,しま思います。で、資金提供に関して、例えば、まあ、ビッグゴールに的確な なのかリブヨアドリームアワードなのか、ドリームイットビートなのか、ビッグゴールアクセレータープログラムなのか、まあ、ここはあのクラブのグランドにも応募していただくことができますので、ぜひご検討ください。保育のグラントをリブヨアドリームアワードの受賞者 の場合、来年度もカウントできるのでしょうかまあ、こちらは、ビッグコラクセレータープロジェクト自体にはカウントすることができませんけれども、ハッシュタグをつけて投稿を共有していただくことができます。リビオートリーマアワードの過去受賞者というところに考えてください。クラブで料理クラス。 を行っています。えそして、まあ、そこから、え、就職支援も行っています。これを、ビッグゴラクセラレータープロジェクトに報告していいでしょうか。あの、もう少し具体的に伺う必要がありますけれども、ビッグゴラクセラレータープロダク、プロ、 グラムに資格があるかどうかぜひご相談ください。GED に関してえ保育プログラムの支援をしていますが、こちらはカウントされますかはい、そうですね。こちらはアプリフトハのフォーカス四半期にぜひ報告いただければと思います。例えば、シングルマザーであるのか、親密なパートナーからの暴力があったのか、 人身売買の経験があるのか、まあ、生理の貧困なのか、これを、まあ、この月に共有をしていただき、ビッグゴラクセレータープログラム的確であるように聞こえますので、ぜひ、あの、報告も検討していただければと思います。プロジェクトを指導するコスト、どれぐらいかかりますかこれは、まあ、クラブのキャパシティにもよると思います。 例えば、まあ、非常に積極的に参加しているメンバーが多くても、資金集めという観点から課題があるクラブもあると思います。まあそういった場合には、他の組織からの寄付を募ることもできると思います。例えば、生理用品を作っている会社に働きかけて資金提供いただく、あるいは、 衣服をえシェルターに寄付するということであれば、まあ、非常に、え、ここも、え、寄付も、え、検、え、使用状態の良い衣服を集めるための、まあ、寄付を、まあ、検討するとか、まあ、ここも、 まあ非常に柔軟にクラブがどういったキャパシティがあるのかというところから考えることができると思います。クラブで高校、そして中学校で提供しているプログラムがあります。こちらビッグゴールアクセレータープログラムに報告できますかはい。まあ、これは 一年のどの時期に報告していただいても、えー、結構です、まあ。生理の貧困に関する重、えー、点付きにぜひその内容を投稿していただきたいとは思いますが、報告はいつ行っていただいても大丈夫です。あと、一問だけお答えしたいと思います。 各重点領域あるいはプロジェクトの最低限の受益者の目安はあるんでしょうか特に受益者の最低人数の目安はありません。一人以上の女性、女児にインパクトがあれば、ビッグゴールラックされたプログラムの対象となりますし、このプログラムで、 取り上げて対処する課題に関しても特に最低限の目安の人数はありません。え皆様本日はご参加ありがとうございました。えそして、サラ、Q&A のファシリテーションありがとうございました。えチャットに参加してくださった皆さんもありがとうございました。メーガンさん、リソースの担当ありがとうございました。そして、えグレース、え技術的なえ サポートありがとうございました。通訳もありがとうございました。え何か質問がありましたらぜひご連絡くださいえ。朝の皆さん、夜の皆さんいらっしゃると思いますが、どうぞよい一日をお過ごしください。